カジミエシュ宮殿は、ポーランド・ワルシャーにある宮殿である。1637年から1641年に、かけて建設された後、1660年に、ヤン二世の命により改築され、1765年から1768年に、かけて、スタニスワフ二世、アウグストの命により、士官学校とするために、ドメニコ・メルリーニにより改築された。 1816年よりカジミエシュ宮殿はワルシャワ大学の校舎として使用されてきた。ワルシャワ大学はポーランド国民の放棄の度にロシア帝国当局によって閉鎖され、1939年から1944年にかけてドイツ軍によって閉鎖された。第二次世界大戦中に建物が破壊され戦後に再建された。ビラレジアカジミエシュ宮殿は 1637年から1641年にかけて、ブワディスワフ四世紀の命により、イタリア人建築家、ジョバンニ・バッティスタ・トレバーノの設計により、マニエリスム的な初期はロック様式で建てられた。ローマンビラとして建てられ、ビラレジアと命名された。角張った塔を持つ、長方形の建物だった。ビラレジアには、庭に面したファサードに、大きなロジアがあり、 ビスワ川とその対岸のプラガの街の眺めを望むことができた。四つのアルコーブと二つの庭園があった。それぞれの庭園には王室建築家アゴスティーノ・ロッチによって調達された彫刻が飾られていた。その中にはフィレンツェで7000ギルダーで購入したものやアドリアン・デ・フリースがプラハで制作したものもあった。アダムやジェンプスキによれば ゲンタウロスのネッソスと戦うヘラクレスや、ヘビに噛まれた馬の彫刻もあった。庭園には大きなアズマ屋があり、当初はフラマン人の王室が家クリスチャン・メリッチがアトリエを構えていたが、後にオーヒルドビーカ・マリア・ゴンザーガがサロンを開催した。この宮殿には、ベネツヤ様式の金箔を施した天井や、大理石のポータルなどの豊かな調度品があった。 1650年代には彫刻家ジョバンニ・フランチェスコ・ロッシが国王ヤン二世と王ヒルドビーカ・マリア・ゴンザーガの胸像をモチーフにしたローマ・パロック様式の大理石装飾を施した。これらの装飾は非常に貴重なもので大洪水時代にスウェーデンウォーカール10世が窓枠を引き抜いてスウェーデンに輸送するよう命じ現在はクリプスホルム城に展示されている。ビラレジアには 大きなコンサートホールがあり、音楽の守護聖人であるセイセシリアと王妃セツイリア・レナータを描いた天井画で装飾されていた。大洪水時代に古代の彫刻の大規模なコレクションは、ブランデンブルク戦帝国、フリードリ・ヒビルヘルムによって略奪され、ベルリンに運ばれた。庭の彫刻はスウェーデンに運ばれた。その後、宮殿は燃やされた。大洪水時代の後輩の後、 1652年に、イジドール・アンフェイト、1660年に、ティトスリビウス・ブラッティーニーの設計により再建され、ヤン二世カジミエシュバーザにちなんで、カジミエシュ宮殿と名付けられた。1667年に放棄された後、国王ヤン三世の所有物となった。1695年、建物は火災で全焼した。1724年頃、所有権は、 国王アウグスト2世に移された。この時期には、クラコフスキーエプシェドミエシェに面した門と宮殿の正面に垂直に設置された八つのバラックが建設された。士官学校1735年、この宮殿はアレクサンデル・ユゼフスーコフスキー伯爵の所有となった。ここには、レンガ工場、ストーブ工場、醸造所が設立され、1737から39年には、 ヤンジグムントデイベルとヨアヒムダニエルフォン・ヤウフのロココ町の設計による宮殿が再建された。宮殿は増築され、マンサード屋根で覆われた。建物の中央部には、時計と足の入った、球根系の最上部が飾られていた。1765年、所有権は、国王スタニスワフ二世アウグストに譲渡され、ドメニコメルリーニによる内装の変更を受けて、士官学校が配置された。 1769年からは、国王が講演する新聞、モニトルが、宮殿の敷地内の施設で印刷されるようになった。1769年4月5日には、宮殿内の士官学校の舞台で、愛国劇、ジュナックが上演された。1794年、コシチュシコの放棄の弾圧の後、士官学校は閉鎖された。カジミエシュ宮殿1814年に、 火災で宮殿前のバラックが消失し、1816年には、その場所に、ヤコブクビッキが設計した2つのパビリオンが設置された。同年、この宮殿は、ワルシャワ大学の所在地となった。1817年から1831年に、かけては、ワルシャワ中等学校も併設され、そこでは、フランス出身で、フレデリック・ショパンの父であるニコラ・ショパンがフランス語を、教えていた。 1818 18年から22年にかけて、ミハウカドの設計によるクラコフスキー・プシェドミエシチェに平行だ2つのパビリオンが増築された。1824年には、ヒラリー・スピロースキーとワクバ・フリッチェルの古典主義様式の設計による大規模な改修が行われた。1820年頃には、宮殿の建物に北側と南側の2つのパビリオンが建設された。 1840から41年には、アントニオ・コラッツィが設計したパビリオンが建設され、当初は中等学校の後にワルシャー大学の校舎として使用された。1891年から94年にかけて、宮殿とクラコフスキエプシェドミエシチェモンとの間の庭に、アントニア・ブンスキー・アシェンチクとステファン・ジラーの設計による図書館が建てられ、1910年には新たに、 クラコフスキーエプシェドミエシチェモンが建設された。1929から31年には図書館が再建され、1930年にはアレクサンダー・ボイエムスキーの設計による大行動が建設された。第二次世界大戦中、カジミエシュ宮殿は他のワルシャワ大学の建物と共に破壊された。1939年のワルシャワ包囲戦と1944年の ワルシャワ放棄のそれぞれで被害を受けた。戦後、1945年から54年にかけて、ピョートルビガンスキの設計でカジミエシュ宮殿が再建された。1960年にキャンパス全体の再建が完了した。カジミエシュ宮殿には現在、ワルシャワ大学学長会とワルシャワ大学歴史博物館が置かれている。2006年に、 欧州連合の資金を一部受けて回収された。ありがとうございます。